その,そのユダヤのね、えー、ことに確信を持ったのはねのは、まあ、阪神・淡路大震災があってあの、まあ、私はクリスチャンだけどやっぱ聖書に書いてある通りだとその,あの目に見えるものというのはやっぱりあっという間になくなる、うん、うその絶対壊れない絶対に大丈夫っていうようなものがあっという間に。 な、えー、なくなってしまうそして、その時にあの、全部交通機関も何もなくなって、食器もそうだけど、いい食器は全部99%割れました。うん、で、一番安い安物のものだけ残って、そのお皿も。<laughs> で、それで十分生活できる。うん、ああ、神様が言っていることは真実だな、と。で、まあ、その時にあの、たくさん私の友達も亡くなったり、 あの怪我したりしたたりんですけど、まあ、その時にその人が別に悪いことしたからそうなったわけでもないやっぱりその人にはやっぱりそういう使命が与えられてたと、うん、じゃあ自分の使命は何かなと思って、えー、考えないといけないなと思った時に、うん、あの日本語とヘブル語が似てるっていうのを久保有正さんがやってるやつ見たんですよ、うん、だこれはね何かやっぱりあると 思って、あの、研究を始めたんですね。うん、最初は、熊アリムさんがやってた、聖書とフォーラムっていう、えー、その、しかもその代表の方が、小石豊さんって、えー、牧師なんですけど、うん、その人は本当に教会から、その、日本とユダヤが関係あるというので、いつも <laughs>、避難を受けてる人で、うん、あの、その、 方がねあのいろんなイスラエルの学者のシャハン教授も、うん、あ,のあの砦であったんですよ、ま、マサマサダの砦かあ、うん、マサダでパッタリあって、うん、知り合って、うんえー、いろいろこうお話しして、えー、シャハン教授とも親しかったしそれ偶然に私の友達もイスラエルの名誉領事してましてそのシャハン教授も、うん、あの シロリン先生も非常に親しいしそんな関係でぐーっとあの親しくなっていやこれは研究してみる余ちあるなと思ってじゃあまあ自分は何をするのかなと思ってたんですけどまあとりあえず証拠を見つけないといけなないいいととだからいろいろ考えたんですけど「ああダビデの星」 考えたけどこれはあまりにも世界にありすぎて絶対ということが言えないので、うん、じゃあ何かなと考えたらやっぱりメロナハ,、うん、ハヌき屋じゃないかということでその痕跡を見つけようということで、まあ、お寺とか神社に行ってじーっと見ていったら、うんうん、たくさんあるということが分かったんですね。あ,のあるんだとそれで あそ,うそれで日本でもたくさん発見したけど、それに中国で次にね、うん、海外でもきっとこれだけあるならば、中国、韓国にもあるんじゃないかな、ということで、うん、中国、韓国行ったらやっぱりありまして。うん、で一番重要なのはあの、あのー、中国の、あのー、北京の天旦、うん、テンプルオブヘブンの、うんうん、ところに、 あの歴史館というのがありましてそあのそのテンプラ・ヘブンの真ん中にあの皇帝シャンテっという一番の神様の名前が書いてあるんです、うん、あの皇帝よりも上の神様、うん、まあこれは創造主のことだと思うんですけど、うん、その香、ま、炉台の前がメロラだというメロラになっていると。しかも横に牛があって で、うん、これ犯罪用の牛じゃないかと。で、赤毛のはい、はい、で、その横にその資料館というのがあったんですね。そこを見てすると、どういう風にの順番でその犯罪をしていったが、絵に書いてあるわけですよ。34の絵になってるんです。でそれをとあとってあこれは絶対重要な証拠になるなと思って。思 で外に出るとやっぱり牛の石造りの牛の反祭台があって、うん、そこにはあの天壇では当時の日にそこで反祭を捧げてたと書いてあって、うんうん、北の砲壇という四角いところではあの下死にそれをやってたと書いてあって。 でそれをの時はイスラエル命令人も一緒だったんだけどでこれを誰にアテストしてもらおうと思ってたらイスラエルのベンシュトリットというその時の大使が「うんうん、いやそんな人に鑑定してもらわんでもヘブライ大学の私終始に <laughs> 出るしこれ見たらこれは正式なユダヤ教の反西のやり方やと、うん、私が証明します」と言ってくださって、うん、まあ 一気に気持ちがねああそうなんだという自信になってそれからもう取りつかれたよりこういろんなところにじゃあもっと別のところにも証拠があるはずだと思って行き出してであのー、香港に行きましてね、うん、香港博物館であのー、古代の貿易展というのをやってたんです。うん、そ,その,その その資料を見てたら34,000年前から日本から韓国通って沿岸沿いにエジプト、うん、あのイスラエルの当然イスラエルつながってますよね、うん、イスラエルエジプトとつながってたという、うん、貿易図を展示してあったんですよ。なんか日日本本はもともとと私たち今の日本で考える 数歳期の日本は全然別物だった。うん、親国の海の中ペラミトがある。うん、あそこからもう、南太平洋、ハワイまで序、うん、文き日本の土で作られたものが出てる。<ー> 研究者を持てるいろいろ間ちっちゃい島があって動きやすかったなんかちょっと止まってお水食べ物を船に入れてまた次の島まで先の話に変えてなんか聖書に書いてあるよ大臣亡くなってあと熟語の民族その日で見つかるとどこで見つかるサンバティオの顔は 越えたところ、これはアフガニスタンらしい。うん、越えたところ、アジアの9こ,この辺になる。パキスタン、ヒンドから上に。これでやっぱり、ヒンドで探したらヨダヤ人がいた。うん、中国もシルクロードで、うん 砂漠で手紙まで見つかるヘブライ語で。<ー>で、利シ者のビジネスの手紙、何かたいくらで歌まで、けど、聖書関係の祈りに使ったものもある。だから、日本までに来て誰か間違いないにあるけど、ここまでの日本人、ヨダヤの 言葉を忘れて、イスラエルの言葉はあまり覚えてなくてけど、そんなに言葉の中とか、文化、特に真とつながりの似たようなものいっぱいあるこれ、偶然がありえないに思います。何かある。自分の中大きな疑問これについて、 一人二人か五人の船で来てけど、うん、頭がいないと日本の文化にすっごい強い影響をかけたの可能性もある、うん、か、民族なんてここまでに来た。いろいろここまでの影響と短い時代、七世紀から一遍で、なんか山と文化とバーでどこにもある。これ 小さい船じゃないに思います。うん、影響は広すぎる一辺で。うん、どうしてあそこまで残ってないヨダヤの形一番多分分かりやすい昔のヨダヤ人の考え当たり前だった。うん、日本人にとって日本はどんな村にいてもどんな町にいても ジンジャーがあってオテラがアテー、mm. ヨダヤジンニトてムカシエルサレムのオテラがあってコレしかオテラ、つくちゃダメ、カミサマエルサレムニロ。コレデ、コチっち,っちバイブル、セイショワかったセイショワエルサレムのオテラだけニアタ、イチネンデ、サンガイ、ミンダ、トクベツウヒデ。 エルサレムに切って、ちっちゃいお金、払って、うん、自分の家族、子供なに生まれた、誰々と結婚した、レコード、うん、に入れて、うん、これで、お坊さんたち出てて、聖書は初めから最後まで皆に読んだ。うん、普段人、あとの塾の民族、聖書は持てなかった。 うんね、だから日本に来た人もヨダヤ人で言ってよりイスラエル人の可能性が高いから、うん、これで人、えー、日本の神社で考えるも建築はもちろんヨダヤのお寺に近い特に伊勢神社、うん、これはもうそのままこの、うん。 決まりな大きさとかたちと得た手物の順番。うん、聖書に書かれたまま。これ以上、中に何があります、うん、神。うん、神、なんか、書くものみたいの意味もになってる。神様もになってる。もうある、書くもの入れる場所、でもこの書くものがない。だから、本当に、 遅い時代まで神社に文書がなかった今でもルールがない、うん、日本人で言われるもう神社に信徒に400万人の神様4000人の,、ま、の神様いろいろな考えがあるけど、うん、みんなエマテラスイザナミイザナギとかもう少ししててあとは 尊敬いっぱいでお坊さんでも知らない。これは考えとして、考えとして、これより上は、一番上は自然。日本人、私、ちょっと世界回って、日本人より自然に近い民族と会ったことない。会ったことない。町の意見とでも、 木彫りの気持ちとかもすごい温かくに感じる、うん、これはヨダヤの関係も自然何でもは神様、うん、このベーシックのパイロソフィーすっごい近いところにある私のまあこの内容についてヨダヤ人と日本人似てるところいっぱいあるも 知っててるないだだんだん増えて嬉しい <laughs> これよりね、この関係これからどこに持っていくできる、うん、なんか、お手がいのメリット、世界のメリット、これで。うん、日本人、明日朝、ヨダヤ人になるつもりないとになる必要もない。 うん、日本の文化そのまま素ばらしいみんな自分の文化守ってほしい、うんね、日本の文化なくなったら私寂しい、うん、日本は大好きだからこっちに住んでろでもどういうつながりができるに、うんうん、思えますか私はね今日本人はあの、まあ、戦争に負けてから、まあ、いろんな教育のシステムも変わったり 昔の古代戦前はいろんなことを否定的になった世代がもう育ってもうそういう相当の時間がたって、うん、で若い人が気持ちがその本当に日本のが古い歴史を持っててまあ古代ユダヤ人が来て作った国だと私は思ってるんですけどあのそのこと知らないだから心がちょっと失ってる。うん そ,のそれがやっぱり若い人たちとか普通の日本人もそうだけどなんか希望がないあの大きな希望がない。でも今この,かあの研究が進んでねやっぱり聖書的なつながりがあるということがはっきりして神様も呼び名は違うけれども同じだということが分かった時に。 日本人が世界的なね、まあ、イスラエル人は、もうユダヤ人は、やっぱり聖書の世界で神様が言葉を与えた、うん、直接ヘブル語で契約聖書は与えられたわけですよ、うんでその。その神様が日本も予言してたということをあの今回発表させてもらってね、しかもシオンとエルサレムは二つあると私は聖書を読んで確信してるんです。それは今の イスラエルのエルルのサレムととと日本という国だと神様はこの2つを作ると聖書に書いてあると私は思っているのでそれを進めることによって心が日本人の普通の人たちの心がぐっと自分たちがやっぱり聖書の中の神様の中に生かされているという気持ちがはっきり起こってきてると思います。今もうだいぶ血が騒ぐ うん、ってよく日本人では言うんですけどあの今までなんとなく生きてたけどやっぱ神様がという世界的な神様が宇宙的な神様が自分たちの神であることを知った時にやっぱりモチベーションがもう全然変わってくるとまあこの考えはとてもいいですけど一つの心配があるちょっとぶつかるところがある、はい、どういうところ、ね 日本人明日明後てから私たちこの文化から来ましたじゃあこれから、えー、一人の神様に近くになりましょうじゃあ日本の神社神道はどうになるんですかねいやつまりあの今日本という国は不思議な国でまあ私が住んでる神戸の北野という地区にはあの ユダヤ教会があります。うん、で、神社もあります。うん、で、あのインドのヒンズジャイナ教もあります。はいうん、で、中国の仏教の寺もあります。それで、うん、いろんなあの新、ー、興宗教の施設もありますが、うん、まあ仲良く進んでますね。うん、あのーあのー、何かがあったからといっても、それのところに何かするということは一切ない、えー、常にあのー、共に。うん 隣近所としてずっと何があっても付き合ってきてる。うん、でだからあのー、それと同じように日本人ってやっぱりそういう心が植え付けられてると思います。あのー、何かいきなりみんなユダヤ教に関してとか、うん、そうそうそういうことはお起こらないと思います。<う>ただあの日本人がそれを知ることによって心が広くまあ本当に、あのー、やっぱり自分たちの先祖 が脈々とつないできたものの意味がお知ること祭りとかいろんな神楽もそうですしそういうものが古代のユダヤ教で行われた礼拝であるということを知ったときにあの姿勢は変わりますよね。あの今までは聖書といえば こう僕がまあ僕キリスト教で聖書の話になったら普通の人は仏教の人は関係ないと思ってこう,こういう感じで話聞くんですけどそれ僕らが先祖がユダヤを信じてたんですよ、うん、ということをあの知った途端に姿姿勢が変わるんですよね話を聞くんか日本は西洋人初めて来た時日本人から来た。 私たち西洋人。日本人自分のこと、今でもアジア人に思えたくない、うんね。と、西洋のう戦争まで日本人について話したとき、アジアの西洋人で考えた、うんね。これはとっても面白いところ。うん、なんか、私、これと一緒なんか、国と国のつながり。 箸作った方がいい。うん、私、日本に今34年住んでて、うん、私の経験で、私の国の人間も日本人も悪いですけど自分こと、飲みそ持てるし使い方も得意な人がいる。うん、よくいる。うん、ヨダヤ人は、もの考える大変うまい。 あまり何も作らない。考える。Tokyo, t o k 新しいもの、新しいもの、世界にあげる。もう、代々のロー、肩、わからないけど、私たちの iPhone の中とか、うん、PC の中、大体を大事に考えたもの。うん、中身が iPhone もともと、イスラエルの軍隊から何十年前、生まれたとか、うん、こういうこと。 日本人は同じスキル持ってけど世界一でちっちゃくて細かくてうまいな作り方と約束を守るクオリティも時間も、うん、この人間とこの人間のコーペレーション、うん、世界一のものが生まれるそうですね世界一が生まれるはい私も全くその面は同じ意見ですね まあ、あの本当にこう離れているけれどもそれが分かった時に、うん、本当にあの世界に貢献できると思うんですいろんな形でね考え方にしてもやっぱりあの日本人はやっぱり相手の立場というのを考えるんですね自分の意見も、うん、自分の意見だけど聞いてる相手の立場も考えて話しますでもこれは世界にちょっと必要なことじゃないかなと 思うんですね。自分の主張だけではなくて、相手の立場と主張を考えて間を取っていくというな。あの。この、えー、白と黒じゃなくてはい。グレーだと言えばグレーなんだけど。でもそのグレーさはある意味では神様の前にの方が正しいんじゃないかなと思っているんですね。それでもう一つはあの先ほど言ったように、日本人が自然をものすごく対戦する。そしていろんなものを。 に万物に神が宿るっていう意識を持ってる。で、それはソノモンの知恵の章のね、今日も言ったんですけど、十二章一節にそう書いてある。うんえー、神様は、私の霊は全万物の中に存在すると。で、また僕もそれを見つけて、教えてもらって、他の新約聖書をチェックしたら、やっぱり書いてありました。 あの神様ののの霊は全ててのものに宿ると、うん、あの書いてあります、うん、だからそれを、まあ、論文にも出してますし、うん、やっぱり真理を知った時に人の気持ちと心は変わるしであの経済とかいろんな面,面においてもやっぱ心というのがただ単に先ほどもお話ししたようにお金儲けだけを目的にする方もいらっしゃるけれどもやっぱりお金というのはいろんな人が、うん、あの幸せになる。 たためめの手法ににもつけるためにするるすこともできるお金についてね私思ってるはお金作りは恥ずかしいことじゃないある場合はお金の使い方は恥ずかしい相手には気持ち作って目立つ悪い使い方だから作ればいい世界進んで 進まなかったら、私たち、レイボダンボない、飛行機ない、いい病院ない、<laughs> いい薬ない、あたかい洋服ない、私たち、神様から、飲みそも手ももらった、考えて考えたもの、作り手でもできる、魚だったら、どんな飲みそあても手がない、作らない。<laughs> ね、だから、そういうところは、作っていいけど、 使い方も考えてください、うん、人に言いたい場合があります、うん、<う>で一、まあ今僕も正確な今イスラエルの人の人口は知らないんだけど1000万近いと思いますけど1000万ぐらいかなと思ってるんですけど、うん、それと日本は1億2500万人います、うんうん、でも足したら結構ねあの,かあのな数になるんです 一つの大まあ十部族対2、えー、つの部族という考え方してもそれが一つになるということは本当に神様もそれを予言してらっしゃるし、うん、ユダとイスラエルというのが一つになるということも聖書には書いてあるのでね私はその先は分からないけれども、うん、あのまあ人間がいくら考えても神様はあの 考えというのもあるわけ、うん、で委ねないといけない部分があるなとお思ってるんですねお手がいこの気持ちがあるどこから始めましょうか <laughs> なんか証拠見つかるはとても面白いけど、うん、形私最近考えた一つを特に日本人に宗教を教えたい一切ない、うん、ですけど 人間に一番教えやすい、人間はもともと勉強したいこと。日本人、ヨダヤ人について一番興味があるはタルムードらしい。Mm hmm. だから、タルムードはもうちょっと教えるところつ作ったら、みんなに興味があるかな。なんか、タルムードについていっぱい本もあるし、mm hmm. 日本語で、だから、 面やっ、うん、そう。あの僕はそのちょっとまあキリスト教として考えてねあの韓国にもあるし台湾にまもなく中国にもあるわけなんですけど、うん、まあ僕回っててあの台湾の方っていうのは賛美歌うの好きなんですね。うん、で韓国はね 祈るの好きなんですで日本人はって考えた時にねあの一つのモチベーションを持たすとグっというんです私もの経験ですけどあの私らのこの話する前に一切聖書のとかを読むとかいう意識な,なかった人は私の話聞いた後に、うん「 必ず聖書買って日本人は人に話す前にチェックしてそれが本当に私が言っている箇所にそう書いてあるかどうかをチェックしてから自分が納得したらそれを話するんです人にだからお勉強好きなんですね僕らはそれは多く役立つんじゃないかとそのこちらが教えるっていう必要はなくてあの勝手に自分で 買ってそのままチェックする、うん、それで理解していく、まあ、そういうところで日本の残念なところはトーラーみたいにね日本の神社もないわけですよね、うん、一切こうまあだからそういう意味でまあ実際日本の古事記だって「天示創造」から始まっててミドラッシュでの、うん。うん 創世記と全く一緒なわけで、うん、あの、それは斜ン教授がそうおっしゃってるし、うん、だから、そういうモチベーションを与えたら、きっと、もっともっとみんな読んで、理解できるようになると思うんです。会話ができるようになる。なんか、す<と>、うん、いやいや、今、共通の土台がねいや、気持ちが一緒でも、共通の言葉の中のつながりが、次に発展していくんじゃないかなと、私は、うん。 思うんです。その会話するときにね、うん、公開。うん、今は、日本は残念ながら日本人の中で、あの、クリスチャンだって1%もいないわけで、プロテスタンだけ0.4%、うん、ぐらいなんで、もう残念ながら、えー、おっしゃるように、あの、<laughs> まあ知ってもらわないといけないんだけど、うん、あの、そのチャンスがないんですが、うんうん、まあ、あの、そういう、 古事記だって世界観に立ってるんだっていう天地創造というね、うん、それとあの今左半句上のように全くミドラッシュに書いてある漱石と一緒なんですよと、うん、であの三人の神様ああのあのというのもユダヤ教も同じ考えやとあの創造主とあのミカエルと、うん、ミカエルと誰だったかな うんえー、見返るとだ,だ,だから三人だとおっしゃってるんですね。でそ,のそれともう一つの書,書類によると「セラピム」というああの司を二人つけたと書いてあるからまあこれも三人なんだということをちょっとシャン教授はおっしゃってましたね。でそういうことをこ聞くとねやっぱり日本人は興味をグッとあの湧くと思いますね。 なんか、ヨダヤ教はもともと一人でもない、三人でもない、いろいろな考え方あるんですけど、なんか、一つは神様エブライ語で、一人だったらエブライ語でエル。一、うん、人以上エロヒムになる。うん、エロヒムはだいたいエロヒムで呼べるだから、一人以上。うん でも、全部神様。うん、だから、数字がない、この全部は人とですかか、この全部はバラバラのアトム。この木彫りの中、いっぱいアトムがある。これも全部神様だから。特に、どこまで数える必要あるもんね。宗教の一番重要は、自分にとって、 何にる、わも書いてあるだから、もルの教え。うん、殺さないで、レイプしないで、うん、盗まないで、うん、人間と人間、人間と人間のこと。これは一番重要。うん、相手に気にして。先生、先ほど言いました、日本人、相手の気持ちに、 気にしてるこれはヨダヤの考え。相手に考え。みんな優しくでもないように。うん、イスワイル人は大ごうはげしい。<laughs> ですけど、考えとしてやっぱり相手もき、相手を助けて、うん、ヨダヤ人の古代の考え方。野家のイト、食べ物を育て、野菜を育て、うん、ジューパガのコソ。ビンのため。 10%田んぼに残す。あそこから誰か中に入って食べて捕まらない。あ貧しい人のために、ね、手,手で持つもの、うん、家に持ってきていい。うん、自分の食べ物、自分の子供、洋服かかばんに入れる。うん、これは泥棒。うん、だから、いつも相手向きの部分があった、ルールとして。人間はだんだん ルールより当たり前になって、うん、なんかそう書いてあるか、神様は怖いだからじゃなくて、うん、人間、私たち子供の時から、何がいいと何が悪い感じるに思います。うん、私たち悪いことするとき、わがままになるとき、自分でしてるように思います。いや、もう本当に。 ユダヤ人の考えと一緒という考えを聞いて、これもまた新たな発見だなと <laughs> 思いましたね。いや、これは、うん、でも,もう、もう一つ先生の先の話について、とても面白い。日本人とユダヤ人、世界で一番本読む民族。<laughs> 一番本を売ってる人を読めるユ、うん、ダヤ人と日本人。 ああ。ヨダヤ人の一つの名前、うん、ヘブライ語でアン、アムハセフェル、うん、本の民族。ね。世界の一番古いな本は聖書。あ、そうね。<laughs> 昔から読む。うん、昔から書くと読む。うん、ね。もう、すごい文化の中、当たり前。うん、もう、私、毎日自分のお父さんに、 朝と夜出まします,すこれで、まあ、とく彼はイスラエルにいて、少なくても声。うん、いい時代、まあ顔見るもできるし。うん、話の一つ、今、お父さん何を読む、この本について何を思ったとか、うん、ね、もうみんな読むと、読む、すごいこと。<ー><で>そうですね。広くなるし、面白くなるし。 うん、そう。私、本当に、日本とイスラエルの間、もっとつながりしたい気持ちが強い。うん、ね。今の。本当に強い。うん。本を読むというのもね、本当に、確かに、うん、ああ、そうなんですね。一緒だということは、あの、また、私も勉強になりました。うん、その話聞けて。うん、もう一つの、可能性として、 は、反対にした方がいい。例えば、日本の大学の先生、うん、DNA の研究して、はい、日本人の DNA ヨダイア人に近いらしい。うん、イスラエルの先生これしてほしい。日本の先生、うん、本出しても、イスラエルこれみんな知らないから、<ー>知らない。 情報ない。うん、テレビに出てないし、文に出てない。興、うん、見ないだからじゃなくて、情報はそこまでいてない。うんね、だから、イースワイルの先生、このチェックしたら、いや何十発流れがある。大変大きなニュースになる。こ,こ,、うん、これでまた近くに思えます,す、ね。やっぱり、普通の人にとって DNA っていうのは今有、<う>有力な証拠ですね。そう 今ねシャロンさんがつないでくださったのに今あの日本の学者さんなんで日本の有名な学者さんですけど、はい、DNA のその方はデータをアジアから広く集めてるから、うん、ただイスラエルのデータがないからそれがあればすぐ結論出ますって、うん、私はあの勉強会で教えてくれたんで、うん、あのシャロンさんが つながりましたっていうので連絡したら「私は興味ありません」って言われてこれは残念、うん、多分それはね、まあ、いろんなことが,がいい、うん、そうです探さないといけないなそ要はそれは立場がちょっとまずいと思ったんだと思いますね。あの真理を探求するのではなくて自分にとってやっぱり不利益があ,ある可能性があるので。 あのやりたくないということだと私は思ってイスラエルでも普通の国いろいろな人間いろいろな考え方を持ってる、うん、とある人ヨダヤ人で生まれても自分の文化主教歴史一切興味ないだから<ー>こういう偶然にもしこの興味ない言われたな方こういう人私主教は苦手一切興味ない別の先生もいる みなそうでう。から,から私らも次はね今また、あのー、探してるんです、うん、なんとかねこれをすれば協力のまあ,あの他の部分のミトコンドリアとかいろんなことはもう分かってるんだけど、うん、最後のその系列が核、えー、が、あのー、似てるとなればこれはもう決定的なのでね、うんあのー、なんとかこれを実現できたらもっと素晴らしく。 結びつきが確定しますよ、ね、なんか私にとってイスラエルの大学日本についての先生いっぱい知り合いがいる、うん、この人たち知り合いから日本に来るとき一緒に食べて飲んで向こうの考えが分かる、うん、宗教に一切興味ないみんな私の知り合い 最後、ヨダヤ教会に行ってた、自分のバルミツバ、13歳。うん、あそっか、自分の息子のバルミツバ。これしかヨダヤ教会行かないし、聖書読んでないし、この人たち、日本とヨダヤのつながりの研究できないに思います。ヨダヤの知識が足りてない。<ー>私たちに、 DNA 専門の先生が必要と、ラビたち。ラビたち、宗教を分かって、日本に来て、この似たようなところを見つかって、うん、これは証拠になるかにならない、向、うん、こうの考え。うん、だから、大学の研究者より、ラビ。<ー>ラビ。日本も一緒、もし今、大学にいて、 神道について先生と話してどこまで知識があるあ<ー>、ね、神社にいて、うん、ずっと気分からの、うんね、だからそっちの方をターゲットにした方がいいかな、うん、思うところがあるあそうですねグラビタチとか、うんうんそ,うね、そういうの方々の話から行くの方が 確かにそうかもしれない、ね、多分先がある。うん、そう。イスラエルは何回行きましたかイスラエルはね6回ぐらいですね、うん、6回ぐらい行きましたね。うん、だから最初にイスラエル行った時にエジプト,ジプトから回って行ったんですね、うん、あのシナエイさん回って行って書類イスラエルの地図あの渡してもらった時に、うん、あの 日本の神社の鳥居のマークを見つけて、って、で、何年も行ってる牧師さんへのみんな行って、ここに鳥居のマークあるじゃないのっのええって <laughs> 全然気がつかなかったって、横ここの鳥居のマークじゃないのって、そだから、あれ、と言うたのを今でも最初に行った時に思い出します。その話して。やっぱ興味がないと、人はそう違うと思っていると、 まあ、全然見えないですね。人間は自分の鼻の下一番見ない。探すまで見えない。<laughs> うん、人間は自分のおでこと鼻の下は見ないです、ね。<laughs> <う>鼻の下は清み、おでこは本当のお友達。<laughs> うんね、何かついてる。ねうん、だから、うん、そんな感じ。 そうイ,イジプトもよくヨダヤ人住んでたし、うん、ある時代ね、うん、イジプトでイスラエルより古代のイスラエルよりロマ時代イジプトの方ヨダヤ人住んでた<ー>ローマ時代で<ー>とグリシャねアレクサンドリアでね、アレクサンドリアを、うんね、作った後、うん、ヨダヤ人向こうの 図書館世界一の図書館だった。カンダタ、アンテンティアテタ、イッパヨダヤ人住んでた、ソンデタ、ヨダヤのストリノト、テもヨ、夢メナ、ラビ、パイ、ジュヨナホンカイた。ランバン、カレのチュシノジカイロニ、住んでた。ウン、うん、ワ全然シチヨジプトはニネン、ソンた。タ、ニホニコ でもエジ,エジプトは非常に興味深いところで、あの、私も今おっしゃったように、あの、ユダヤ、あの、聖書読んでも、アブラハムもイサラも行ったし、うん、あの、モーセあ、あの、モーセもそうだし、うん、まあ、ヨセフもそうですし、うん、非常に関係、イエスだって避難したのはそこだし。うん、で僕は あのー、その強いあれは思いましたね、コプトの教会見たときにあの、ポーランドのホロコースト記念館の地下に、木造の,あのユダヤ教会の街道を再現してあるんですね。あれ見たら、コプトも日本の神社も一緒いな教会と何で生まれた エジプトに住んでたヨダヤ人そうでしょうね。うん、そうですね。だから、と思いますね。やっぱりエジプトの宗教という意味ですから、コプトというのはね。エジプトからクリスト教まだもともとのクリスト教の歴史分、うん、かってないところがある。うんうん、例えば、エジプトに30年前ぐらい発掘したマリアのゴスペン。 ね、マリア書いてたゴスペル。<ー>砂漠に出てた。大<ー>物。だから、うん、いろいろこれから出てると、一番出てると思うは、エジプト、イスラエルより、どうして砂漠で物が残すシケがない。ない本当にそのまま、エジプト住んでたときも、うん、私、 コプトの布変えました5席の布ね、5席、7席の間の布もうすごい良い状態、うんね、砂漠でそのままに残ってしっか編めないから、ね、だから色々これから出てるエティオピアも出てる可能性がある、うん、と、シリア今大変な戦争、うん、と、この戦争でイスラム教だいぶクリスト教にひどい これでいろいろな書庫がなくなるけどアシリアン教会もとても古くていろいろいるとアルメニアジョージアも行きましたけどかなりやっぱオリエンタルの宗教だったと今のキリスト教残念ながら400年遅れてるといさ、つまりスタートは320年ですからだからその間に東の方に あのいろんな形で、あのー、仏教も影響を受けてそうなってるし、うんでまあ、僕エジプトは本当にこれからまだまだ協力しない、まあ今の僕のあらゆであのシャハン教授も評価してくださっているのはあのー、イスラエルだけのもんじゃなくてイザヤ書の書あ19章の25節なので、うん、エジプトの神でもありアシリアの神であり、うん、最後に イスラエルんだとクライストはヨダヤ人、うん、ヨダヤで生まれたジョデアで、彼は若い時、長い間いなくなった、うん、と一番の考え、彼は砂漠からエジプト、あそこからイエメン、あそこからアデン、ヒンドのカシミアにいてた、うんうん、武器を、影響を取って、 これです、ごいヘ和の考えを勉強して、うん、イスラエルに帰って、と、カシミアもそう思ってるな人が多い。うん、彼は向こうにいてた。うんね、だから、砂漠で長い間14年のどこにいたの話ないですね。うん、だから、ヒンドにいてたらしい。うん、だから、仏教の影響も、 あったでももう一つ僕私びっくりしたのはあの,あのヘロトトスの書を読んだら、まあ、ギリシャ人の、まあ、歴史家が書いてあることなんですけど要はあの向こうの祭司は、まあ、あの坊主が原則で,であの清潔好きで清めるということをする。 で新刊は朝の布の衣で房がついてないといけないと。え、グリシャはヨダヤのイスラエのダン族いてたらしい。うん、向こうは名前ダニーノに変わった。うん、ダニーノ。とヨダヤ人のダニーノのフェミリーにもある。あ<ー>これでグリシャにいてクリッツに自分の文化作っての考えがある。 ああ、そうですね。ここは、シューマン、19世紀の終わり、発掘して、彼はトロイ見つかったに思った、違うですけど、うん、彼は見つかった金の間、イジプトの金もあった、うん、聖書に書いてあるよ、ダイア人出た時、イジプトの金をもらって、うん、謝る大な感じこれで、 別なとても面白いちっちゃいの金。もう、グリシャ国立博物館アテンス。うん、もう、コロナ始まったちょうど前最後行ってて、吐い、うん、たところ右手にある。もう本当に入れ口けど、みんなこれ見てない、わかってない。ーアークが出てる。アークがこの向こうで見つかった金、蜜があって、うん、模様はアーク。へー ソコカラトテモホモシロイ、ムコハクツシタ、ジュニコノ、イシ、イシレリーフがある、こノ、レリーフは、ヤンソフ、ウミ、カミサマ、オウカテ、ヨダヤジニジプトカラ、デテルノ、ハナシ。けどグリシャノイト。 いや、これ昔の何か進めない。<laughs> <かる S 1> でもこれ本当に絵にしたら、うん、これは民族。歩く。周り波があって、お城に車、馬を使って民族がいて沈む。ちょっと近すぎる。<laughs> これ。 あそこほど偶然はちょっとそうですねありえないと思いますで,す、ね、<う>で私もそのヤオヨロズもね、うん、そこに書いてあるんですね、うん、ギリシャのスパルタの王になる方が、うん、ゴタク戦を聞きに行った時に向こうの巫女があのヤオヨロズの神が褒めるっていうのをいや書いてあるとであそういう発想もあるしであの びっくりしたの私あのお辞儀あのお辞儀するのもエジプトからだとであの年配のや年上の人に道を譲るというのもあのエジプトからのやり方でもの反則もしてたということと生、うんあのー、年月日によ生まれた年による運命というのもエジプトからだと。 書いて,あってそれで祭祀は坊主だということででだったということを聞いてですおおやあそれで気が付いたのがあの東大寺の,あの大仏さんはフィギュアだと気がついた、はい、ここにもあるからフィギュアフィギュアだったんだとあフィギュアあれ、うん、これ、うん、そのイスラエルから出た エジプトの王の石像があってそのそれにはここに蛇が入ってると、うんうん、蛇は、うん、王様しか許されないのでだから結局いろんな王冠をつけないといけないから丸坊主でフィギュアをつけてたでそれが大仏さんので仏はここに太陽のマークになってるフィギュアをつけてる、うん、っていうことに気が付きました。ドンがあって、えー 金属用でしばしに蛇がいるああそ,そうですねあの太陽神ですから僕もああの結論から言うとはその最後にエジプトのメソポタミアのウルノの墓の命の木の形がメロラだというふうには思ってたんですが、うん、それ絶対エジ,エジプトにもあるはずだと思って。 うん、行ったのがアブ・シンベル神殿だったアブシンベル神殿の入り口のエントランスに一対の絵が描いてあって、はい、それはセタマウイという、はい、その有名な、うん、それは5,000年前の下エジプトと上エジプトの合併を表しているわけですけど、うんうん、そのハピというあのナイルガナ神様があのいてその王冠が片方はパピルス。 片方はロータス。で、パピルスとロータスを7本ずつ祝れてるのが、と、うん、象徴やと。で、それが、あのー、見ると、真ん中は7本なんだけど、あの、王冠を見ると、パピルスは7本なんだけど、両脇に2本ついてると。で、ロータスも同じだと。で、その、下エジプトの方の文章は、蛇と、あの、パピルス。うんで 神エビチブとは、うん、あのわ,わしとあのー、ロータスなんかこれのつながりある可能性が高い国と国も大変近いしヨダヤ人いつも向こうにいたでも代わりにとても面白い世界中で、うん、同じ数字に昔から深い意味がある、うん、712 え、<12. S 2> 13、40. だからこの数字は昔からいろいろな文化で大変意味がある。だから私たちどこか昔なくなった文化みんな同じ思いを持てる。Mm. どんな文化でも例えばヨダヤ人にとってノアの話をアメデ世界は全部沈んで。Mm. どんな国どんな民族にいてもみんな昔話、うん、自分の話があるこれについて、うん、みんな覚えてる、ね、これの前の僕はねそ<う>あの。それでその下にもう一つ発見したのはあのエジプトの王様の墓にはこの三つ股みたいなこの形のマークがついてるんですよ。これはあ僕は三神を表すんじゃないかなとずっと思ってたんですけどその絵の下の 三つ股には枝が四三となってるんです。七、うん、本の、うん。枝が出てるんですね。うん、それが三つあって、やっぱりこれは三振を表すんだなと。うん、私らは考えられるんじゃないかと。うん、で、もう一つ、あの。あのー。ワシントンの。メトロポリタン、あ、あ、ワシントンの。あれは博物館で、えー。見つけたやつは。あのー。その。 ギザの初期の墓の母音と書いてあるんですよ。はい、墓の、はい。ギザで発見された初期の墓の刻印と書いてあるんです。うん、何かなと思って見て読んだら、これ、10階の原型です。BC2200 と書いてましたから。あんなとちょうどの時代。あ 申したよりまだ古いんですね。4700年ぐらい古い計算になるんですね。うん、で、それで、それはやっぱり今おっしゃっうに、秩父母を敬い、裸の者のには着せ、パンのない者にはパンを与え、うん、というのはちゃんと書いてあって、うん、だけどそれは、あの、わからない原稿、僕らはっきりなげに原型だと思うんだけど、 これは仏教の十前回にもつながるもんなんですけど、うん、だけどそうは書いてない。でもう一つ発見したやつはあのエイジプトでもあるのは死者の書と呼ばれているものです。死者の書人が死んだら、うん、アヌビシというジャッカルの面のした人があのバランスの前に立たして神様の羽と心臓の重さを比べて、うん、合格だした人はした人は 川をオリスの前に行ってミイラカオッケー。うん、であのバランスが合わない人はワニの頭の神がいて、うん、食べてミイラかフカ不可と。うん、これ最後の審判じゃないかと。<laughs> 何が死者の初難やと。これはラストジャッジメントじゃないかと思ったんですね。それは思ったし、あの、快挙の人にそれはもう一つものすごいことやっぱり現地に行ったら、 調べるというのは大切だなと思ったのはあのあその「やーえ」という書いたあの文字をひっくり返したらアラビア語で「あら」と読めるとアラビア語「生まれた」はだいぶ遅いだからあ<ー>あでもいやこ,この考えたぶん別な面白さあるもうすぐく質問しますアラビア語は イチ古ンフルワ、コフィで呼べる、でヨベるコレホントにロコナナ、セキデウマレタ、どスケドウ、思タシイマナニオモイダシエイエメン、に住んでたヨダヤジン、セイショワ、タカラモノ、タカイメザシモノダタ、コレコ、ラビでヨバナカタ、モリ、センセでヨンダ、センセワ、セイショガアテ、マワリワ、 学生たちがいた。うん、とみんなもなれた反対で読めろ。ああ<ー>。たぶんそこから、誰か変えて鏡みたいにして、こえいきょ、これ、アラビア語のアラ以外も勉強しなくちゃ。<ー>ね。でもち<と>も面白いこれ。はい、あ。僕も中国の漢字でもあるさ。あの、中国の神様を、あの、名前がね、 エさっきのエロと書いてあるんですところがメシアの「か」「ア」と呼んでるのは「か」と書いてあるんですそれをメシアと呼んでるんですねだからこれ「あら」「ア」ということになるんですねあの神様の名前が。ということにもなってるなとこれは面白いなと思いましたね。 今日の話とっても楽しくて面白くてこれからもいろいろ勉強したいよろしくお願いしますこちらこそ今日も私も勉強になりましたあの読者のことやいろんなこと本当に知らないことはまだまだあるんだなということをまた勉強させてもらいました本当にありがとうございますよろしくお願いしますお願いが一つあります皆様方の間で日本とウィデアとの関係で いろんなことを知ってらっしゃる方があればその情報をぜひ私たちにお知らせください私たちが取材に行きたいと思っておりますので情報をよろしくお願いいたしますまた新たな番組よろしくご視聴お願いします